麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。実況の鳥谷幸典でございます。本日は第16期女流桜花 A リーグ第2節 A 卓の模様をお届けいたします。解説は第14期女流桜花古谷智美が務めます。古谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは本日の出場選手をご紹介いたしましょう。1回戦ちいちゃからトータルポイントプラス 52.2 第2位中田香菜、そしてなんちゃトータルポイントプラス 18.0 第6位和久津明、そしてシャーチャートータルポイントマイナス 15.1 第9位竹石恵里、そして最後ペーチャートータルポイントプラス 18.8 第5位山脇千文。さあ、以上のメンバーとなっております。ここまでの成績表をご覧ください。さあ、古谷さん、本日この4名です。はい、見どころ、いや、もう楽しみですよね。本当に楽しみです。そうですね。いや、はい、私もこの、はい、これ攻撃的なメンバーが集まったということでいいですか。そうですね、はい、皆さん攻撃的なんですけど、武井さんだけちょっと守備寄りかなっていうところもあるんですけど、はい、殴り合いになるのは必死なので、はい、いや、そうですね、4回戦どんな展開になるかというと、まあ、殴り合いは確定だろうと確定ですね。はい、わかりました。楽しみです。期待しましょう。それでは、対局の準備ができているようです。第16期女流桜花 A リーグ第2節 A 卓後輩の開始です。立ち合い人広柴田の合図によって対局が開始されました。ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。さあ、それでは改めまして、ちいちゃから中田、なんちゃ和久津、シャーチャ竹石、ペーチャ山脇の並びとなりました。1回戦トン1局ドラは数万。さあ、親の中田、マンズドラのターツ、両面ターツが入っている。デキメンツはありませんでした。和久津もデキメンツはありません。竹石にメンツが1つ、ピンズで1通となるでしょうか。山脇は下の3色寄りですが、3色というわけではない。さあ、ハイパイこんな感じですが、そうですね、ズバ抜けていいっていう、はい、選手もいないです。あ、和久津さんはちゃんたに決め打ちました ね、 ね、第2打ローピン、だから、はい、竹石さんもちょっとちゃんた寄りな手配ですよね。はい、ちょっとそれぞれが、あ、でも言いそうがあんこになってグッと良くなりましたね。様子を見つつの進行になりそうです。和久津がバカゼのトーンを重ねています。山脇も両面ができる、はい、中田は、はい、両面ができる。統一が、和久津さん3統一か、はい、3統一ですね。さあ、分岐点その1でしょうか。白が今切れたけど、ここはチーピン切りますと、ね、統一を見ながら、はい、ドラドラ、さあ、なんか見差しが見えてきましたね。ずんずん有効牌、ね、なんかみんな有効牌めっちゃ引きますね、はい。実は捨て牌にピンズの5、6、7が並びました。捨て牌がめっちゃ派手ですね。はい、竹石もこれでちゃんたより、竹石はシャーチャです。直風のシャーが重なりました。1枚切れ、お、9万も統一になった。おっと、さあ、統一大正解か。参加率の高い山脇、言わずもがな、参加率の高い中田、ね、皆さん参加率高いです。ドラつもぎ、ドラつもぎ、ドラのつもぎり、チートイツと思いきやドラのつもぎり何事ってなりますよね。これは何事ですか。これはもう何事ってなりますよ。注目しなさいよというドラの使い方でしょうか。すごい主張のすごい、はい、こんな攻撃的な攻撃方法があるんですかこんなドラの使い方、攻撃的アマゾンです。和久津です。と一瞬ピシッってなりますよね、うん、うわー、絶好のウーマン、いいところ引いた、いいシャンテ ン中田さんも想図に寄ってきました。お、急走があんこになった。さあさあ、ハイパイはなんだかみんな様子見で始まったんですが、中盤だから皆さん判断が早いですね。そうですね、あとちょっと打牌のスピードもねスタスタやってますけど、これもっと悩んでいいのではと思うような、もうちょっと悩んでもいいぐらいですけどね、はい、山木ローソー、ここはスライド、
中田総図が伸びてきましたが、ドラの両面ターツ残してイーシャンテン、はい、さあ武石はチャンタを選択、イーシャンテンです。ちょっと枠地さん、うん、国士みたいな感じになってるんですかね。なるほど、うん、外から見るとちょっと国士感すごいですよね。何も4枚目は出てないですもんね、はい、これ数層いらないな、高いそれは数万いらないですねそうですね、これを見ていた私には見えなかった、実況トリアでお届けしています私もちょっと見えなかったな、見えなかったんですね、はい、三谷さんが見なければ安心だ。3万いらない。さあ天杯一番乗りは、あ、もう竹石さんは受けてますもんね。あ、そうですね、もう両面老朽ピンのターツを、竹石さんはすごい守備力が高い方なので、はい、安心感がありますよね。さあ 中田さんテンパれない、ちょっと嫌だけどトン切った。和靴がここでテンパイ、イースーソーのテンパイを入れます。トンチャンタスーソーでも、あ、でもなんかこれで、あ、国士じゃないんだってなりますよね。はい、あ、ポンが入ったとちょっと安心みたいな、はい、さあ山脇ずっといいシャンテン、そうですね、結構広いいいシャンテンなのに、はい、両面三面ちゃんにシャンポンも加わったんですが、テンパれるか。そしてテンパ一番乗りはこの枠つ、何かぶりましたけど2枚切れでしたからね、これは残せないですね、はい、中田天敗は天敗できるのか、できた、あ、できた。さあしかしイースーソーが論敗です。そうだ、いや三蔵切りは無理です。に取るすごいかわすんです、でダマですよ。なんでしょう。さあ2番目の天敗は親の中田、なんか数層ぐらい切っちゃいそうですけどね、なんかリーチもあるかなと思ったぐらいですが、いや全然あると思いますよ、はい、数層切ってリーチ全然王獣を回避した上に闇点です。すごいな、ちょっと面白いんですけど、はい、1回戦のトン1局から面白対決が、はい、興味深い方の面白いですが、さあ山脇もここで仕掛けてテンパイを入れました。もう渋々という形でしょうか、タンヤオのテンパイ、ローピンなら出上がり、あーローピン、ここは山脇の上がりになった。タンヤオドラ1は2000点、いやいい三蔵切りでしたけど、まあしょうがないですねこれ。いやそうですね、中田の、うん、なんていうんですかあれ、かわしての三蔵切り、イースーソー待ちのテンパイ入れた枠つ、イースーソーを、はい、放たなかった中田、テンパイを取った山脇の上がりでトン1局が終わりました。トン2局になります。ご覧の枠つの親番です。ドラは3層、ドラはない、ドラ受けがあります、メンツもありません。ここはペーから、竹石はさあ下の3色でまとまるか、総図の3層欲しいところ。山脇はピンズで一面ツ、山脇中田にドラが1枚ずつです。ドイツが3組目ですね、枠さんは、はい、先ほど、はい、試合前の選手たちの、はい、まあ、楽屋っていうんですか、うん、部屋に、まあ、今日実況の取り屋ですと、よろしくお願いしますと、はい、こういつも挨拶をするんですけども、はい、こう枠津選手は、はい、取り屋さんってこうちょっと声かけていただくことが多いんですね、はい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 、非常にありがたいんですけども、はい、あの私の服装を見てシャツ出てますよっておっしゃったんですけど、はいはい、次の瞬間にあごめんお腹でしたって言われましたナチュラルアオリじゃないですか。そうですね、シャツじゃなくてお腹が出ていたようです。どうしたら見間違えるんですかね、シャツとお腹。はい、なので、あ、これお腹ですってなりました。シャツ直したら出てなかったんで、そういったことがあったので、ちょっとご報告させていただきました。お腹が白いわけではないですよね。そうですね、ややピンクのシャツを着てるんですけども、なるほどなるほど、お腹の肉がこうポテッと、うん、やはり痩せ型の枠つからするとこう太った人間のそう気持ちはちょっとわからない、ね、からなしょうがない、それは、はい、私も気づいておりませんが、傷ついておりませんがね。最初に上がったのは山脇。はい、山脇さん、1、2、3を見て、いい層を残してますね。はい、おお、ハマがあんこになった。あんこ。なんちゃの竹石にトンガトイツ。
チドイツイシャンテン、はい、ここはコーツテの可能性も残して、はい、パーマンアンコのまま、まあ、和久津さんポンから入るかもしれないですが、はい、と思ったら竹石さんがポン、はいですね、トンの一泣きドラはないけどドラ受けはある、はい、そしてドラは山に2枚、あ、チュンこれ泣くかな、ワックスは泣くかな、ここで泣いてきましたね、泣きます、ただ数層がもう山にないんですよね、はい、チュンのポン、シーソーも竹石が1枚持っています、あ、そしてポンをしたことで2枚目のポンチューンですもんね、そうですね、白が、はい、竹石に流れていってしまった、うん、チューンのポンなんで全然打点が見えるのでトイトイにしても、はい、しょうがないですよね、さあ親のワクツがチューンを仕掛けています、リアンシャンテン、ワクツはイーシャンテン、イーピンは山に1枚ありますよね、イーピンは、はい、手牌に3枚使われていますね、はい、4枚目のパーマン、さあチュンのポンの後親のアンカン、はい、これは結構迫力ありますよね、はい、うん、打点が上がります、リンシャンからは3ピン、あ、これは残さず、残さずですね、2ピンの置きはいらないと、いらないと、ちなみにあと1枚でした、最終手だし3ピンにしちゃうと結構いいピンが透けちゃいますもんね、あ、そうですね、うん、さあ中田、まっすぐは3層ですがドラです、行きたいけどここは対応して丁寧ですよね、ああなるほど、うん、攻撃的なんですけどこういうところがすごく丁寧だなと思います、あ、リャンピン、リャンピン、さあ表示牌、丁寧な打ち回し中田、はい、そして竹石トンを仕掛けているんですが全然何も持ってこないですね、そうなんです、それ以降ちょっと、うん、手が進みません、山脇はイーシャンテン、あらま崩したんですね、失礼しました、まあ、これは親に受けてなので、はい、あ、持ってきた、待望の3層がやってきました、しかし親に想像は高い、そうですね、高いけど天牌取りました、剣士がウーパーソー、山脇はイーシャンテンに復活、そしてワクツテンパることができるか、山脇さんがテンパイしたら、はい、イーピンぐらいは切りそうですけどね、あ、そうですね、うん、あ、チーソーがここに来た、これでフリテンやめた、あ、てソーズはワクツに打たないという、打ちませんよと、バッチバチじゃないですか、はい、ご覧ください、中田が引いていますいや全然ありますよ中田さん以下も全然ありま す、あるんですよ、なイメージでね、なんかこうやっぱり、あ、これで和靴は転敗することができませんでした、できなかったですもんね、竹石さんの一人転敗だ、はい、竹石の一人転敗で流局、中田が手を進めていれば和靴一品のつま上がりもあったんですかね、ありましたかね、最後中田 E ピン持ってきてたんで、ああそうですね、はい、さあご覧の竹石の親番ポン3曲流れて1本場です、はい、ドラは数ピン、駅名図はない、うん、山脇ソーズが4連休でした、中田はメンツが1つ、普通は第一つもがドラ、またちゃんと K の手配ですね、はい、ドラ持ってきましたけど、
ですね。7が全然ないですね。バクツ。そうですね。はい、ちょっとペンちゃん4つの形ですね。ちゃんと捉えると。ペンちゃんだと。ペンちゃん4つはもう逆に珍しいですね。瞬図で作るのは結構大変そうですね、はい、ペンチのターツがご覧ください4つです、うん、なんかこういう手配だとペーもハツもまだ切りたくないですよね。ああ、なるほど、ちょっと受けながら、うん、そうですね。山脇はテンパイが早そう。あ、中田も官老ピンがやってきた。こちらもテンパイが早そう。いいシャンテンですね。さあピンズ4連携になって伸びるかもしれない。あ、第1ペンチがやってきました。ちょっと嬉しいですね、はい、そしてドラも両面ターツに変わっています。ちょっと行きたくなりますか。まあ結構でもちょっとだけですよ ね、 ですね。一旦どっちか切っとこうかなぐらいですか。そうですね、はい、なんかブックブックにするのはちょっと怖い。あ、ダブトン重なった。竹石さん石親番でダブトンが重なる。あ、ここは数万、1枚切れの数万からできましたね、はい。ドラ受けができる。ドラ受け、はい、ドラ受けの固定です。中田はどうなんだろう。もうピンズの伸びは見ないと、はい、素直にいいシャンテンを取る、はい、さあどこ切りましょう。若干差し子見えますね、はい、ここは若干差し子見る形ですね、はい。石の星、おお、いいとこ引いた。わーっとドラ受け。あ、だけど取らず。カンニャンゾーテンパは取らず。これはさらに3色を見た。さあシャンポンリーチは中田。迷わずリーチでしたね。スーソーと難。はい。さあ難は場に0。1枚ですね。あ、1枚。はい、1枚消えてます。あ、失礼しました。竹石の2巡目でした。そしてスーソーも1枚山にいますね。何ぐらいは多分。はい、何ぐらいちょっと思うので何ぐらい切らしてよっていうような、まあ、枠地さんは切らないかもしれないですけど、竹石さんと山脇さんは絶対いつも切りますよね。まっすぐローマンをまっすぐ、はい。そしてあれパーマン切りましたね。あ、枠地さんも行く。あ、さあ竹石これがリーチでしょうか。これもあ、ここは闇点。闇点なんだ。そっか、すっと。あ、これはちょっと切りたくない。あんまりいらないけども現物労争、ね、あんまりいらないですね。3ピン切ってるからいらないけど切れない。枠通が引いてきたチーピンを押します。さあ今日は攻撃的なメンバーが集まっている女流が竹石、ここでリーチ、つもぎりリーチです。いいピンとダブトンのシャンポン、シャンポンリーチ。さあ山脇はブクブクだ。いいマンですかね。あ、ここはいいマン。親の追っかけリーチです。そうですね。そして竹、ああ、ここは中田のツモ、中田のツモ強い。2回言いました。リーチツモ500戦は、はい、600戦100。いや大きいですよ。あの点数的にはリーチモですけど、はい、親の竹石が追っかけてきました、はい、高かったですからね、はい、座布団ありましたし。山に2枚引いた。枠さんめちゃめちゃ戦ってましたよね。いや、はい、枠ツモそんなにいい形のインシャンテンではなかったですけど、はい、8、9層の並びシャンポンと、はいはい、サブローピンのいいシャンテンでしたが、マクツもチーピンをスッとめちゃめちゃ戦ってましたね、はい、置いていました。さあトン4局ドライピン、山脇の親番です。ドイツが3つ、マンズで1メンツ、うん、ドラなし。中田もドラはありません。メンツもない。マクツ1メンツ、ドラ1、竹石。あ、でもいいペン3万引きましたね、はい、第1つもが嬉しい3万。あ、もうトンから引ってく。これは攻撃ですね。そうですね。もう1回戦の、うん、まあ、こう用意どんなので戦おうっていうことでもありますか。あ、でも枠地さんはもう攻撃、まあ基本型なので、基本攻撃ですね。そうですね。でもなんか本当に気持ちいいぐらいだなって、はい、しみじみ思います。
なんかこうそんな言ってないですけど、はい、セリフが載ってそうですもんね。なんか当たるなら当たりなさいよみたいな。あ、中田がマンズに寄っていきます。ハクとトンガ統一、これは泣いてきそうですね。はい、泣いて打点のある本日。武井さんは二差しがちょっと見える。あ、イーシャンテンですね。はい、楽しみなイーシャンテン。おお、ハクアンコ自力でアンコ、なんか全部ポンしそうですね。リャンマンもファンマンも、はい、トンはもちろんですけど、ポンもチーもなんかありそうですが、ハーローマンが1枚場に放たれた、うん、武石の手にローマン、山脇もローマン持ってる。中田の勘ローマンちょっと薄いですね、うん、あでもあこれで両関係、ただ数万もご覧の通りちょっと薄いです、うん、1枚ずつでしょうか。でも逆になんかみんな切ってくれた方が私本一やってる時ちょっと嬉しいんですよね、はい、なるほど、使わないでしょうと、はい、押さえたらやめですもんね。切ってくれるでしょうっていうので。竹石はここでローマンを、中田さんに怖いので先に切っとこうってことですよね。あ、いいとこ引いた。あれチートイーシャンテン、日本チートイとか仕掛けたらトイトイとか、仕掛けなくてコースちょっと仕掛けたくないまでありますよ ね。 あ、そうですね。どうなんだろう、なんかトイトイにするよりチートイでテンパイしてくれた方が上がり率高そうじゃないですか。はいはい、うん、そうですね。でも泣いちゃうんですよね。私は泣いちゃうんですよ、はい、結構これ泣きたいです。これ飛んだされて黙ってることできますかっていうところがまず第一感も我慢できなくて、はい、で1枚も あこれはもうこれは自動的に、え、6球満の受けなくしたんですか。なくしました。え、もうトイトイ1本、トイトイ1本、はい、え、すごくないですか。え、はい、すごいです。私できないですね。何切ると思いました。何切ると思いました。何を切ると思ったんです。思いました。私ももう、はい、あ、数アンコまで見てるってことですかね。ですか、はい、え、待って、パーマンとリャンマンは、あとトンは、パーマンがね、山脇ともちもちです、はい、でリャンマンとトンが、うん、リャンマンが1枚、トンが2枚、え、めっちゃいるじゃないですか。あ、トン1枚、はい、でもまあまあまあ、これ山脇パーマン、いや、ちょっとこれパーマン9万のペンチョウのじゃさすがに怖すぎるね。怖いですよね、はい、さすがに、はい、リャンマンが1枚山に、はい、あ、ワクツがドラドラになりましたが、なりましたが、ちょっとまとまらないか。そうですね、ペーは中田さんの現物ですけど切らないで来ましたね。さすがにもうマンズが、やばいやばい、ちょっと待って、さあ、2回役満が出ている女流王家ですが、1回目は中田の中連行と、さあ中田の数暗行が出るかもしれない。トンが1枚山に眠っています。そうですね、トンしかないんですよね。トンしかありません。さあ、トンが1枚あれば、あ、違った、違った、いや、トン、まあでも中田の数暗行が出るか。でもみんな掴んでも切らなそうですけど、確かにトンは切らない。あ、1枚ある。チューン、タケシさん切りましたね。はい、トンは、トンが、あー、びっくりした。ローマンもいたんかいと。まあまあ、でもトンまだいる。さあ、中田はなんちゃです。背底まであるぞ。あ、これは吐く、これは切れない、はい、これは無理。あ、え、切るんだ。15巡目、トンは1枚ってことは山脇さんトン切りそうですね。山脇はもう行くんでしょうか。そうですよ、ションパイのトンは1枚切れましたもんね。はい、さあ、山脇テンパイに取ります。あ、でもウーマン切れますね、現物ですもんね。ウーマン切るから、ウーマン現物。いや、でもこれで流れるとかある。さあ、これでトンが、ああ、違った、違った、トンが、トンは逆に、ああ、ここはドラが流れた。今更ドランコやってもみたいな。まだいますよ、8000、1万6000がまだいる。山脇は、ああ、これはシャア、シャアだ、まあ、シャアは現物なんでね。テンパイを取れたわ。さあ、1枚のトン、あー、ペーだ。ハツとかペーとか、もう違うとこばっかり来る。あ、これは、あ、テンパイじゃん、ワクツ、テンパイ、ワクツ、カンサンソ、さあ、残り、さあ、これで竹石も、竹石さんもテンパイを取り、テンパイを取ります。
出だしの3品です、和靴。あまあ、山脇さん役ないでしょみたいなのはあるかもしれないです。下チーピンと9ピンですね。パーピンが4枚見えてるんで、はい、7、8、9の3色はないでしょってことですね。さあ、あ、積もった形、まあ、これ何を切ってもさあさあさあ最後のそのトン、いたー、中田が今季2度目の役満、最後のトンを積もり上げます。8000、16000、いやー、第1節の中連ポートに続いて第2節ではスアンコを決めてきた中田のツモ。え、てかチーマン切りがすごくないですか。いやー、はい、本当にあのチーマン切りでないとスアンコには取れません。ちょっと言葉が出ないです。いやー、まだ本日1回戦、大きな大きな上がりが出ました。ラリアットが急に出た。これ私上がれてないです、絶対。ロッキーマン系残しちゃうんで。はい、はい、いやー、山脇は親っかぶり。さあ1回戦難一局を迎えます。ドラはローピン、親は今数アンコを積もった中田。ちょっと喋れないんですけど、ドラドラですね。ドラドラですね。さあちょっと難一局のハイパイとか、はい、ちょっと休ませてください、すいません。さあ中田は仕掛けています。親の中田がトンのポン、ドラドラです。トンドラドラ、5800以上が確定です。はい、1枚いましたね。山脇さんも粘って、はい、テンパイ取れたんですけど親かぶってしまいましたね。はい、そろそろラリアット以外のプロレス技をちょっとつけていただきたいところでもあります。あんなもうラリアットじゃないですよ、あれ。いや、もうラリアットどころじゃないですもん。はい、パイルドライバーという声も上がっておりますね。いやー、すごかったな、本当に。はい、本当すごいな。もういいシャンテンですよ。いいシャンテン。ちょっとあの、本ドラドラのいいシャンテンぐらい別に。なんか、大したことないですね。いや、すごいんですけど、嬉しいんですけどね、はい、公式ルールで、5%は。はい、5800のいいシャンテン、そして山脇は、面本に、もう行きました。うん、山脇さんはちょっと打点欲しくなっちゃいましたもんね。いや、そうですね、うん、急に1万6000お支払いという形。でも白は1枚目から仕掛ける。はい、山脇が白はボンペーチャです。はい、手の中にはシャーの統一。いや、前回中連上がって今回スワンコって、はい、女流王家で今のところ 100% 役満同卓したくないんですけど。そうですね、神田さんとドーラ持ってきちゃった。あ、でも先に切っとく。これポンは、あ、ポンはしない。ですね。あ、うん、ポンせず大成功。大成功です。サブローピン。山脇ローピンとか止まんないですよね。サブローピンね。なんかそうですね。ポンしないのあれです。ああ、これは補充となりました。山脇中田の連続上がり。トンドラドラ5800。ボスが強いですね。はい。ファイルドライバーなど逆水平といった感じでしょうか。はい、なんか中田さんのマスターズの会場で、はい、あのご一緒で、はい、あの話していただいたんですけど、はい、中連上がってからすごい調子が悪くてみたいな話をしてたんですけど、麻雀ってこう中連を上がったら、ね、ちょっと運が下がるとか、はい、でもなんか1週間ぐらい続いたけど、はい、ちょっと戻ってきたみたいな話をしてたんですよ。戻りすぎじゃないですかね。ちょっと戻りすぎですね。ちょっと逆に戻っていただかないと、はい、中論でその分かんないですけど悪くなった運気が今上振れしてるってことですか。はい、その下がりすぎて、もうわけわかんないです。わけわかんないです。もうとにかく強いです。そうですね、とにかく、あ、はい、とにかく強い。失礼いたしました。すいません。さあ、難一局中田の連チャンです。竹井さんはトンとハツが統一。はい、山木さんも形はいいけど、はい、いつも見えますか、ちょっとね。で、中田さんはまたちょっと本一を見つつ、そうですね、見つつ感じ。9万1段に切ってますけど、はい、いやちょっと山木もたった2局で2万点ほどいかれているという、まあ私この前2局で3万っていきました。はい、親かぶった、スランク親かぶった後に1万2000おかけリーチに打っちゃって、はい、大変辛い思いをされたという情報が、はい、気持ちは分かりますんで、はい、山脇さんのとあるリーグでマイナス100を喫されたという話をお伺いしまして、触れてよかったのかどうか。昨日ですね、はい、はい、マイナス100してしまいまして、はい、
まあ、ありますね、そういう時。修行し直します。修行、はい、そうですね。私は何から始めていいか分かんなくなりましたが頑張りたいと思います。さあ、中田が9万の後ピンズを連打しています。100万、うん、数アンコを積もった後5パー上がって、今切られたばかりのな、出だしのパーピンドラ。今なら泣けそう。あ、でも、はい、マクシさん嘘か、数層のかと思った。ちょっとでもなんか中田さん想図なのかなみたいになりますよね。9万切ってるから、いや、はい、第1打9万であとピンズ切って手の中マンズなんです。だと思わないですよね。想図1枚も持ってないですね、うん、みんなやっぱり想図警戒してますよね。ちょっとそう、まあなんだろうってパッと見見たら想図に見えますよね、はい、まだなんだろうの時間ですもんね。あ、しかももうドラマ切ってるし、ね、ピンズではないことはどうやらそうなんですよね、わかるけどっていうところです。うん、何をやってるんでしょうか。ケイシはチートイツを見つつ、そうですね、山脇急走が重なりました。うん、ちょっと一通見て、はい、換算ピン3枚切れです。そうですね、ここで外していく。あ、マンズだ。さあ、何図かわからないまま、何図かわからない、はい、まだわからない。いつわかるんでしょうか。あ、タケシトンがアンコになった。中田が1枚持っているところです。想像に見えますもんね。うわー、ここでマンズでした。マンズかいみたいな、マンズかいってなりますね。はい、マンズでしたっていうことですか。まあ、マンズかどうかも分かんないですか。そうですね、まあまあそうですね、まだ。ただドラが打たれている。まあ、普通の手ではなさそうっていうぐらいですか、はい、やはりちょっと各社中田の手を想像して、うん、たけしさんはチートイツイーシャンテ、はい、アンコ外します。はい、うわ、アンコって転売自力でアンコって転売です。ナンバです。ウーマンとチュンのシャンポン、チュンはなんと山 に2枚積もりそう、はい、そしてウーマンも1枚いますか。ウーマンも1枚いるの。あ、びっくりした、チュン掴んじゃったのかと思った。シャンポン山中田の積も、さあ先ほど見せてもらいました。はい、いやでも枠津さんも行きたいですよね。いや、そうですね、格好的にはもう行きたい。竹石は丁寧にチートイツ、うん、山脇は想図が伸びてきた。これで天敗、イースーマン、天敗ピンフ。さあ山脇中田を止めることが、あ、できそうか。あ、いや、しかしマンズです。中田がマンズなんです。あ、きっと、あ、ここできる。山脇が待ったをかけるですね。はい、ピンフ線は1300。ちょっともう山見たいですね。チューンあるんだろうなって。いや、多分あったと思います。あったと思います。いや、しかしここは山脇が中田の親を、はい、やめさせた形で難2局となります。難2局は枠津の親番ドラ・リャンマンです。のハイパイデキメンツがありません。ドラのリャンマンがチョンチョンの最後に入っていました。うん、ダブナンから切っていきましたね。ああ、もう、はい、ダブナンからですね。竹石さんも形いいですね。はい、竹石もメンツが揃っています。山脇さんも形は結構いいです、ね。はい、ドラのリャンメンターツもある、うん、中田が一番いいですか。あ、もで、あ、でもドラがあるんで、そうです、もうピンフドラ1以上ですね。そうですね、はい、いいペーコも見えましたね。あ、竹石は純ちゃんの方に行くでしょうか。うん、いや、いらないですね。さあ、ダブナンチュンと放っている親の枠図。お、これでちょっといつも見えますね。はい、二面詰めが完成。山明、ああ、もうインペーコできたよ。インペーコできた。イーシャンテンです。これマンズ払うまであるんでしょうか。ハック切らなかったですね。マンズ払うまであるってことですよね。はい、もういつも見てるってことですっていうことですよね。中田の麻雀でちょっと私、ね、はい、声が裏返ってしまいました。裏返りますよ、それは、はい、どんどん裏返ってください。あるのかなって。え、これ、え、あ、待って、本当にここで払う、重なってからじゃないんですね。いいシャンテンですよ、だって、はい、役割の。実況解説席が、中田の麻雀で勉強しています。はい、枠津はパースを重なってペンチーピン払い。いや、これし重なりを逃すのが痛いってことですか。3、2と払う
まあ、2がいつ出るか分かんないですが、中田そうなんじゃないですか。何は2枚切れ、何は2枚切れなんで残しませんでした、ね、いやこれこのマンズのドラ含みのこの両面ターツ払わない人多いと思うんですが私は払いません、はい、私は払いません。先ほど山脇が上がったピンフの形こんな形でしたよね。あそうですね、はい、まあそれよりもちょっと形いいですよね。あそうですね、うん、さっきのよりここで3万切りましたね。竹石さんは、竹石ははい形が決まって、あなかなか想像を持ってこないですね。そうですね、やりすぎたかなっていうパターンももちろんまあ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 ありますが、これ中田ハマるとまた高打点です。いや強いですよ本当に。うわーっつっ、ここでリャンマンが手出し、何してるんですかと。これテンパイじゃん。はい、メンホンチートイツです。メンホンチートイテンパイ、現状メンホンチートイツの白短期、みんな切る、白をいらない、いや1枚切れの白、山に2枚、いやみんな切るこれ、いや絶対上がりそう。さあ中田のツモが中田、あ出ないですね今ちょっとあれっぽかったですね。パーフェクトヒューマンっぽかったですね。あパーフェクトヒューマンっぽかったですかちょっとっ博多の使用感出したんですけどそうだすいません、いえいえ、あこれワクスもチートイツいいシャンテンだから、はい、ただリャンマンがもう1枚中田、ただ中田さん何ってなりますよね。ドラ切ってるけど何って、はい、メンホンチートイの白短期のテンパイが入っています。中田先ほど数アンコを積もっています。あこれはもうチートイズに決め打った、はい、中田の現物を2つ持ったいいシャンテン取りました、うんうんうん、ワクツ。中田リーチはしない、ワクツはもう想像打たないってことですよね、うん、まあ、チートイズならマンズ待ちにしたいですよね。そうですね、中田さんの中田さんの親ではないんですけど、はい、親は和屈なんです。和屈がなんかこう中田を見ながらそうですね、はい、あ和屈ここは報酬になった。メンホンチートイは8000点、これも、はい、私上がれてないです。あの因数万受け残しちゃうんで、いやはいそうですね、はい、イースーマン残しちゃいますよね、はい、中田のロンが出ましたね。ツモじゃなかったですけど、ちょっと今何点ぐらいあるんですか、はい、今これでもう7万超えてますかね。761、761、はい、さあ1回戦大波乱、いや波乱というか、いや波乱ですよ、波乱なんですけどなんか、はい、蹂躙されてます、蹂躙されています、蹂躙されてます。ラリアットを順番に食らっていく展開になってしまうんでしょうか。そうですね、和屈さんも8000あの100万で、はい、あの払って8000、で今8000なんで、はい、親かぶったようなもんですからね。子供の8000点支払いと今宝珠の8000、はい、そして山脇は役満の親かぶり。さあそのラリアットを直接受けていない竹石の親番南三局です。そうですね、竹石はこの暴風の中原点近くで終えることができるでしょうか、はたまた浮くことができるか。南三局、ドラは老僧、中田の猛攻が止まりません。和屈さん手が悪いな、和屈はもうちょっと本一と国士を見ながらというところ。和屈と山脇がそうですね、攻撃型の2人が、はい、返り討ちになってるような、あそうですね、感じですよね。キーさんは本当になんか守備力高いですよね、はい、対応するのが結構、あそうですね、チートイツ、はい、危険察知能力というか、アンコを外してチートイツにしたり、そういう展開になっています。1回戦です。お、あ、三蔵かドラ1枚なんで、はい、まあ、でも原点復帰するなら上がりたいですよね、竹石さんも。いやそうですね、つなげたいですよね。2着とはいえ22,900点はちょっとマイナスが大きいですよね、公式ルール、うん、中田さんがイーシャンテン、あ、イーシャン、リアンシャンテンか、リアンシャンテンです。そうですね、後継が残っています、はい、あでもピンズが伸びてきた、たくさん引いてきた、
多分それを見て竹下さんはピンズ、はい、あの落としてってますからね。なるほど、うん、あドラギータこれはもう受け入れ広くですね、はい、両面両面とそのものいいシャンテン、うん、広いシャンテンとなっております。さあ実は前役の山明です。あそうなんですね、はい、うーん天牌、あ天牌だ、老朽ピン、老朽ピン、ここに5枚ちょっと出ないでしょうか。老朽ピン、そうですね、和久津さんは出ないですけど竹石さんは絶対出ますね、はい、竹石がピンズを先に処理した形となっています。まあ、山明さんはすぐには切らないだろうけどって感じですよね。さあ和久津一応遠くに中連ですか。いや遠すぎる、遠すぎるな。さあ天牌が入っている、中田一人だけ天牌です。まもなく中盤が終わります。老朽ピンが上がる気しかしない、ね、老朽ピンちょっと数えてみますか。 1,2,3、はい、和久津が5枚持っているだけですね。残り3枚ですか、はい、3枚あれば、3枚あれば、はい、あ、老朽ピンでも回収、あ、和久津さん回収、これであと2枚老朽ピン、これでもう泣きも視野に入れますかね。実はちょっとペンサンピンが、ペンサンピンがないのかな、はい、あと1枚かありますね。1枚、はい、ただ老朽ピンもまだ2枚、1枚ずつあります。うん、ここに来た来た、いやでも山脇さん山脇受けてっぽいんで、ここは、はい、切らないですね、受けて数万、うわしかし8枚目を積もる。中田の積も、積も早、積もピンフドライチ700、1300、早かったですね、早かったですね、はいローピンっていう感じの、はい来た、もうおらすですか。さあ竹石、大きな宝珠とはなりませんでしたが、そうですね、はい、浮くのに万眼球が必要になっちゃいましたもんね。オーラス、さあ1回戦オーラス南4局ドラパーソー、まあでも無難にもう2着で終わらせるのもありですか、沈みでも。なるほど、うん、あでもちょっと山明さんいいですね、はい、山明の親番、ここは前に出るところ、うん、山明さんは結構割り切って、はい、あの日和らずに攻めれると思うので、はいはい、竹石さんはペー茶でペーが統一、これ1枚目、あもう切られたばっかなのか、じゃ絶対泣きますね。もう次のペーは声がかかってしまうでしょうか、はい、阿久津さんも3着のまま終わらせたいですよね、はい、ちょっと、はい、うん、山明とのこのもう原点復帰はちょっと難しいので、はい、中田さんはのびのび上がるだけみたいな感じです。なるほど、そうですね、中田今怖いものなし、怖いものないですよ、ないですよこんな、はい、こんなの絶対ないですよ。これでリーチって言われても別にへーって、うん、なんか聞こえないみたいな感じですよね、はい、形が良くなった和久津さん。さあ竹石、メンツは2つ目完成、ちょっと各社つもぎりが続く、そうですね、これ山脇さん何言うんだ、アパーマン両面固定しましたね、はい、これでいいシャンテン、はい、チーソーチーもあるかもしれないですね。なるほど、竹石さんはペイの後付け、うん、これで小さ、あ、切らず、一旦ここはピンズを3面ちゃう、ドラがパーソーなんでね、ちょっと小さを取っておきたいですもんね、はい、あ、小さ、小さがここに、はい、残り1枚ですか、はい、小さ中田の手が進んで、竹石のペン小さ、こちらが2
間もなく売り切れ間近。売り切れそう。お、はい、山脇さんもイーシャンテンか。はい、中田がイーシャンテン。なんか思うようにいつもが来ないですね。いや、そうですね。なんかあなたじゃないのよといった感じ。しっくり来ないいつもですよね。はい、ちょっと。あ、ドラドラになった、武井さん。中田の数アンコが出てこの点数になっています。いや、すごい、すごいですね。いや、そうですね。チーマン切り、いや、ドラツマ切りもあるんじゃないですかね。そう、中田ドラのパーソー。あ、これは切らず、ここは切らない、はい、竹石が仕掛けました。ペイの後付けですね。スーピンのポン、うん、ペイは残り1枚。ペイだったらみんな切っちゃいそうですね。ドラのパーソー、まあ、ペイぐらいってなっちゃいますか。うん、サワクツ、ドラ受けのカンパーソーのターツができました。どうだろう、でももうやめよっかなってとこですか。うん、ここは、うん、竹石の現物の3万。なんか竹石さんの急走手出しでパーソーありそうですもんね。いや、そうですね。うん、さあ竹石の上がり牌、ペイは山に1枚。ケイさん上がってって感じなんですかね、和屈さんは。もしかしたらそういうことですか。和屈、うん、山明のこの僅差がそういう状況を生んでいます。中田はチートイツのイーシャンテン。山明さんは追いつけるか。あー、ペー持ってきちゃった。ここでペーを掴んでしまった。山明報酬となります。これは切るから、はい。最後は竹石の上がり、ペー、はい、1000点の上がり。ん、ドラドラですね。あ、ドラ、失礼しました。3900点、パーソドラですね。はい、3900点の上がりで1回戦が終了しました。トップから中田、はい、そして2着に竹石、はい、3着和屈、4着山脇の並びで1回戦が終了しました。続いて2回戦です。